あ、なんか声がひっくり返ったけど、優勝おめでとう。まあ今日はね、泣いてもええやろ。今日もね。今日も、あ、今日もか。ね。まずこういう結果になりました。優勝おめでとう。ありがとうございます。ね、簡単にね、アメリカを振り切りました。まあ苦しかったけども、みんなの結束力というかね。まあでも。まずは栗山監督、本当におめでとう。よく耐えたね、本当にね。で、夢の詰まった野球を見せてくれたというかね、まあ、栗山監督も描いてたと思うけども、はい、なんかみんながねこう描いてた、そういった野球を最後まで見せてくれたというね、うん、だから見事な采配だったと思うし。まあ本当に耐えたよね。だから本当に良かったね。おめでとうございます。ね、心からお礼申し上げます。ね、はい、それで、はい、その夢の一つとして、うん、今日は決勝の継投、はい、ね、ということで、まず今永が先発、はい、で戸郷、高橋宏斗、はい、伊藤大海、はい、ね、大勢。でダルビッシュ、大谷というふうに、まあつないでいったけども、うん、この継投はやっぱりアメリカっていうチーム、すごいレベルが高いし、技術力も高いし、やっぱ2回経つと2回目には対応してくるんだよね、うん、まあそのためにもう途中から1イニング限定でつないでいったというね。まあ見事な采配があったと思うけども、はい、まあ最後のダルビッシュ、大谷、ね、もう5回でしたかね、ダルビッシュ投手が、ダルビッシュが大谷にね、世界一になりたいということで、ダルビッシュが力を貸した、この最後の2人、このダルビッシュ、大谷がね、つないでいったっていうところに、やっぱり監督の理想もあるかもわからないけども、やっぱり日本国民というね、みんなが応援してた心があるよね、ここには。だからすごい継投だったなって、それで勝ちきれたということが、まあ、素晴らしかったなっていうふうにね、思います。まあ確かに今日村上が先制のホームラン初球をかっ飛ばした、はい、まあそこからつながってヌートバーの内野ゴロの間に1点を取り、うん、で岡本和真が、ね、昨日取られたけども、ね、今日打ち直しのホームランを打ってくれたというね、うん、はい、まあその3点だけだけども、うん、ただ決勝っていうのはやっぱ重苦しい雰囲気になるし、やっぱこういう重たいゲームがずっと続いていくような、そんな感じにはなってしまうよね。うん、はい、それと、はい、少し振り返ってみると、絶大なメジャーリーガーたちの存在、はい、ね、侍ジャパン優勝の裏には、うん、ということで、これは戦力ということだけじゃないですか。まあ戦力というかさ、うん、戦力だけではさ、うん、どこも強いと思うんだよね、はい、でもそれを一概にするより強い心のつながりっていうか、昨日の村上を見て、やっぱり吉田が支えたよね、ずっと。村上があのまんま負けてしまったの村上の責任だし、はい、それを吉田がなんとかカバーをしてくれてた、まあ今年から吉田はメジャーで活躍すると思うけども、はい、でもその周りがやっぱ村上を支える、で結果としても支えていく、まあ、そういう存在があったから。村上も立ち直ることができて、打てることができたと思うんだよね。だから本当にチームを一丸にし、みんながなってた。まずは、ヌートバー、はい、やっぱね、本気と勢いをね見せてくれたよ。で、まあみんなの迎え入れもすごく温かくてね、良かったとは思うけども、でも来て本当に何事も全力でやる、で人が打っても喜ぶ、全力で、その一生懸命さとなんかチームに勢いを一番バッターとしてつけてくれたっていうのはすごく大きかったと思うね。大和魂感じましたよね。まあそうだね。まあ誰よりもね。で吉田正尚、まあ今年から行くけども、やっぱ黙々と自分を崩さず、やっぱ多くは語らないけども背中で引っ張ってくれてた。まあその証拠に打点の多さだよね。まあ新記録を作ったけども。やっぱり彼の存在っていうのは村上は助けられたと思うし、やっぱこう村上が失敗したところをこうつれ払いのように、救っていったという、まあ最後はこう打順が逆転したけどもね、だからそういう存在も大きかったし、で大谷やっぱこう野手の中で異次元を見せてくれた、でやっぱこういうふうにやらないとまた純粋に野球少年のように野球に没頭していかないと、やっぱ力を発揮できないよっていろんな目先の言葉だけじゃなくて、やっぱ将来どういうことにならなきゃいけないのかっていうこともみんなの前でやっぱ披露する、その裏ではやっぱそれなりの努力をしてるという、そういうことをこう日本の選手たちに伝えてくれたと思うんだよね。だから二刀流、それはしんどいと思うけども諦めたことはない、無理だと思ったことはないっていうコマーシャルが言ってる通りにやっぱそうだと思うんだよね。やっぱりそれなりの努力したらそれなりのものになっていく、まあ、そういった存在を目の当たりに見れたということ。一番最後にやっぱダルビッシュ、やっぱダルビッシュの存在っていうのは宮崎から入ってね、まあ自分のことはさておき、やっぱり人のやることをずっと観察し、これはなぜ観察をしていたかというと、やっぱいつでも聞いて答えられるように、やっぱり逐一こうずっと選手を見て、管理してたんだよね。で来た時にまあ素晴らしいアドバイスをしてくれる、まあ、そういうところだったと思うんだよね。だから自分がやっぱこう食事会を開く、でも何を食べてるかどうかっていうのも見てくれてる、でもっと将来的にこうなりたいんだったらこういう努力をしなきゃいけないよっていうことも聞かれたら言う、自分からは決して言わないかもわからないけども聞かれたら言えるような準備をずっとこう行動を共にしながら見てて、だから兄貴の本当になんかこう頼りになる兄貴のような存在、これがやっぱり一つにしていったよね、チームを。やっぱり優秀な選手、日本人の選手も素晴らしい選手はいると思うけども、メジャーリーガーたちの努力、日本人の、特に日本人の努力を見たときに、やっぱまだまだこのままじゃだめだとか、そういうことは感じたんだと思うよね。だからこの優勝っていうのは、今後、俺は続くと思うよ。もっと日本人が強くなり、まあ、メジャーリーガーたちも増えて、これはもう世界一にずっと俺はねなり続けるような、そんな優勝だと思うよ。だから村上もね、やっぱこうあの場面で打てた、昨日ね、誰よりも振ってた、バットを裏で、これは大谷が証明してるし、ダルビッシュが大谷がホームランを打ってみんなが驚いてるのを、いや僕は裏を知ってるから驚かないというようなことも言ってる、そういったねこう伝統ができるようなチームだし、で年代もそういう配置になってるし、だから本当にね素晴らしい優勝だし、やっぱいい時間をみんなが過ごせたと思うよ。これが一番今後の日本にとって大きいなと思うね。みんなにとってのこうねメリットとか収穫っていうのがすごく大きかったっていうことですよね。いやものすごく大きいし、その中で優勝をつかめたという、そしたらやっぱ一つ感動を呼ぶし、そのチームっていうのは伝統的にずっとつながっていくようなチームの形になっていくよね。それがすごい素晴らしかったと思う。いや本当に日本中を感動の渦に巻き込んで、なんかこう疲れちゃったけどもうね気持ちが入っていくから疲れちゃうのよ。ね、まあだけどこれ優勝ということをね、見せてもらって、はい、本当になんていうのかな、見てきた甲斐があったし、なんかこの WBC 期間中にね、やっぱり YouTube に出てくれたダルにも本当に感謝するし、でもその映像が各局に流れて、なんかこう行動のお手伝いになったということもやっぱ自分としてはすごく嬉しいしね、WBC を盛り上げるために、まあ、一役買ったんじゃないかと思うしね、だから本当に俺自身も心に残る、おじいちゃんも残るでしょ。もちろんですね。いろいろなことがあって、今思い出すだけでも胸がいっぱいです。強化試合からずっとやってきてね、いっぱいもしないで、まあ強化試合はいっぱいしたけど、でも予選リーグから決勝までいっぱいもしないっていうのは、日本のチームだけだったし、もちろんね、だから本当にこれは胸を張ってね、誇れることですね。もちろん負けないで強化試合から見ていて、このような決勝の試合で優勝ということは、もちろん優勝は目指してましたけど、どうですか？いや、想像はしてたし、疑いはなかったんだけど、でも不安はあるよね、だから不安を打ち消してくれたっていうのは、だんだんやっぱチームが一つになり、みんなが本気になってきてくれた。それ目に見えましたよね。目に見えてどんどんチームが変わっていったんだよ。でみんなのケアの仕方だとか、まあ、特にダルビッシュだけども、なんかこう時差ボケのどうのこうのとか、まあ本当にダルビッシュの言葉がなければね、優勝はなかったんじゃないかと思うし、栗山監督が認めているようにダルジャパンだというぐらい、やっぱ彼の存在、兄貴の存在は大きかったと思うよね。もうね、心の不安を取り除いてくれるね。だから大谷が投げてる時なんか、ダルビッシュ抜かれた時になんかこう弟を見てるようなね、眼差しでね、でも喜び方もね、みんなで弾けて、まあ本当におめでとうございます。ね、無事帰国することを願ってますし、また帰ったらすぐシーズンなんで、まあ大変だとはね、思うけど頑張ってください。おめでとうございます。